葬儀葬儀は中国の劇作家。天津生まれ、本名は一万家宝。葬儀というペンネームは本名の一万を、と具に分解し、に中国語で草と同音の層を当てたもの。具の音読みは具だが、葬儀の場合は葬儀という慣用音が定着している。本籍は、古北省先行士。父親は、日本留学歴もある軍人で、彼の代に初めて、 天津に出てきた。父親は外して不遇で、家庭は暗い雰囲気に満ちており、遭遇の後の創作に大きな影響を与えた。1922年に天津南海中学に入学、南海新劇団に参加。1928年から南海大学政治系で学ぶが、政治学や経済学に興味を持てず、1930年に 聖火大学西洋文学系の編入試験を受けて合格する。聖火大学在学中にはギリシア悲劇に強く関心を持つ。在学中の1934年、雷雨を発表。続いて、高級商府鎮白露を通じて、都会の資本家から古事記まで幅広い人物像と大の虫が小の虫を食う現実を日の出で描いた。それから、原野発表。 これらの作品は、セリフだけで劇が進む話劇で、劇の最後は、登場人物の死など、悲劇的な結果に終わる。抗日戦争勃発後は、黒字28、もぬけ編発表、抗日の希望を歌い上げそれまでの作風と変化を見せる。しかし、北京人で、再び以前の悲劇的作風に戻る。1942年には馬金、家を客色。 1949年の中華人民、共和国成立後は中国に残り、北京人民芸術劇院委員長、中央劇劇学院副委員長などの役職に就く。同時に、それまでの作風を自己批判し、1951年に、雷雨、日ので、北京人の内容を大幅に改めた、解明書展版、総遇選習を発行。しかし1954年には、 ほぼ原型に戻す。また、共和絵学院の医師の思想改造に取材した、明るい空を発表。その内容は、中華人民共和国の現実を賛美するものであった。その後は、歴史劇、探検編、王将君を発表。この後は、議曲の発表はなかった。文化大革命終結後は、中国文連主席などを歴任。ソグルの中華民国記の擬曲、雷雨。 日の出、玄野、北京人は中国話し劇を代表する作品とされ、発表から今日まで中華人民共和国だけでなく、中国五文化圏のあらゆる地域で上演が続いている。瀬戸博史、中国演劇の現代演劇中国話し劇史、代表。ありがとうございます。